愛のイエントルは、アイザック・バシェヴィス・シンガーの短編小説、及び、それを原作とした1983年のミュージカル映画である。本項では映画について記述する。監督、制作、脚本、主演は、バーブラ・ストライサンド、ミュージカルスコアは、ミシェル・ルグランが作曲した。時は、女性が、ユダヤのタルムードを学ぶことが許されていない時代。ポーランドに暮らすユダヤ人女性、イエントルはタルムードを学びたいがために伴走をする、その物語を喜劇的かつフェミニストミュージカルで描いた作品である。公開当初はニューヨークやロサンゼルスなど13館のみの限定公開だったが、その後徐々に拡大公開されていった経緯がある。本作以前には同じくアイザック・バシェヴィス・シンガーの愛のイエントルを元にした、戯曲、イエンタルが上演されている。1975年10月23日、ブロードウェイのユージン・オニール劇場で初演されて、以降合計223回の公演を行い、トニー賞主演女優賞の候補となった。イエントル・メンデルは、ポーランドのアシュケナジーユダヤ人コミュニティに暮らしていた。ラビの父レブから、密かにタルムードを教わり、親子は共にトーラーを学んでいた。その父が亡くなってしまい、イエントルはタルムードを学び続けるため、男装してアンシェルと名乗って、イエシーバーに入ることを決意する。イエシーバーに入ったイエントルは、学友アビグドルと、その婚約者ハダスと近しくなる。後に、ハダスの家族がアビグドルとの婚約を破棄し、さらに男のふりをしているイエントルに対して、ハダスが恋心を抱くことで話が複雑になってゆく。太字が受賞、それ以外はノミネートのみ。ありがとうございます。